何が良かったんだよ。俺なんて死んじまった方が都合良かっただろう。俺はお前たちの敵なんだから。どうだかな。 そんなの答えてやる必要はないだろう。お前たちには何の関係もないことだ。ああ。 十騎衆の連中全員はあの世に送って、俺たちが剥離鬼扱いされなくなるまではな。腐った鬼の社会を変えるためにはそれぐらいの犠牲があって当たり前だろう。 よくわかったな。意外と勘は鈍くないじゃないか。鬼だよ。人間の卑猥な体じゃあの薬に耐えられないからな。 あちこちの鬼の里からさらってきて、そいつらに薬を飲ませて強化したんだ。それぐらいしなきゃ 十騎衆の連中も鬼の社会も変わらないだろうが。俺たち一族がはぐれ鬼にされてからどれだけの時間が経ってると思ってるんだ。10年20年じゃないんだぞ。何百年もの間人目を避けて苦しい生活を続けてたんだ。お前ら十騎衆はその間俺たちの存在なんてすっかり忘れてやがったくせに。 今更同じ鬼がどうのこうのって言われて聞き入れられるとでも思ってるのか。
変わるだと。本気で言ってるのか。今の言葉がお前の本心だって言うんなら、俺の前で本心をさらけ出す覚悟はあるのか。俺には目の前の相手を従える力がある。一旦術にかかったら、どんな相手でも抵抗はできない。怪我をさせられても殺されてもな。文字通り無防備になるんだ。それでも俺に本心を明かす勇気があるか。よし、あとちょっと、あとちょっとじゃぞ、おじゃ。あと、ほんの二三歩じゃ。よしよくやったぞ、おじゃ。いやいや、お嬢は天才ではないか。こんなに早く歩けるようになるとはのう。
何が天才だ。お嬢の月齢ならばそろそろ歩けるようになるのは当たり前だろうが、ジジバカもいいところだ。いや、わしの息子や孫はこんなに早く歩けるようにはならんかったと記憶してるぞい。将来は絶対に美人になるじゃろうし、今から他の一族の者に声をかけて最高の婿を探しておくべきじゃろうかの。何を言うておるか。先行きがわからんこの時代、嫁入りだけが女子の生き方ではないぞ。これからの女子に必要なのは強さだ。木刀を持てる年になったらすぐに剣術を学ばせねばな。ねえねえ爺様方、あの子は、あの子はどこにいるの？もう歩けるようになったんでしょ？昨夜夢で見たもの。本当にこの子を鈴森の家に養女に出してしまうのかの。そうせざるをえんじゃろう。この子を産んだ母親ももうこの世におらんのじゃし、鈴森の家には跡取りがおらぬ。十騎衆に数えられる家を絶やすわけにはいかんからな。禁煙にあたるこの娘が後を継ぐというのが妥当じゃ。確かにそうするのが最善だとは思うのじゃが、そうなってしまえば姫とこの子はお前として接することはできなくなってしまうのではないか。それはあまりに気の毒な話ではないかと思うのじゃがの。前だということを伏せて育てるしかあるまい。仕方のないことだ。痩せ姫の妹として生まれたからには普通の女子のように生きることなどできぬのだからな。気に病むことはない。すべての責任はこのわしが取ろう。これが十騎衆を存続させるための最善の方法なのじゃよ。ではこの子の名前はユキナから改めるとしよう。Thank you.
まさかこのようなことになるとはの。お嬢に鈴森の看病をさせてしまったのは失敗じゃったわい。一体どういうことなのだ。死を目前にした者の体が幻のように消えてしまうなど今まで聞いたこともないぞ。古い文献に記されておる。かつてわしらの祖先は死ぬ間際、跡継ぎとなる者に己の持つ力や記憶を託したのじゃとな。こたびお嬢が見せた力もそういったものなのじゃろう。しかしなぜお嬢にそのような力が。まさか。どうすればいいのじゃ。このことを一族の者たちや他の棟梁たちに知られたら、お嬢は不吉な存在として忌み嫌われることになるのではないか。お嬢が我々の望む通りの棟梁に育ってくれればよいが、そうでなければ我々直騎手にとって危険な存在ともなりうる。決断するなら今だ。お嬢がまだ子供のうちならどうにでもできるはずだ。そうせくことはなかろう。確かにこの力は我々にとって脅威となりうるかもしれんが、十騎衆と敵対せぬよう常にこの痩せの里で監視しておればいいだけの話じゃ。お嬢が何者かに騙されて我々の敵に回るということもありえない事態ではないぞ。その時はわしも覚悟を決めるわい。十騎衆あっての鬼の一族じゃからな。
お前、本当にバカだよな。ああ、周りに騙されて利用されてることにも気づいてない大バカだ。心の中を覗き見するような真似をしちまって悪かった。ヤセ姫のことなら心配はいらない。俺もヤチヨもシュウもヤセ姫を殺すつもりはまだなかったからな。その前に聞いておきたいんだが、ヤセ姫や十騎衆がお前に嘘を言っていいように利用してたとしたらどうする？お前が今まで信じてたものが全部嘘だったらどうするのかって聞いてるんだよ。お前ならそう言うと思ったけどな。敵じゃねえだと？面白え冗談だな。姿が変わってもこいつが誰だか俺にはわかる。お前千鬼丸だろ。だったらどうだって言うんだ？よくそんな口が聞けるな。お前が裏切ったって話は月島爺から聞いてるんだぜ。ヤセ姫がさらわれたのはこいつのせいなんだろう。いいからお前は下がってろ。始末は俺がつける。何が仲間だよ。そもそも先に裏切ったのはこいつの方じゃねえか。あれ、仲間あれですか？十騎衆の結束は何よりも固いはずじゃありませんでした？ま、僕たちとしては君たちが争って殺し合ってくれるのは願ったり叶ったりって感じですけど。
時間ですよ、千鬼丸さん。面白いものが見られそうですから、スノマタへ行きましょう。今さらどうしようもないんだよ。俺たちが救われる方法はこれしかないんだ。残念でしたね。千鬼丸さんに裏切られちゃって。でもまあ、皆さん方が初下一族にしてきた仕打ちを考えたら、こうなっちゃうのもしょうがないんじゃありませんか。それじゃ、また機会があったらお会いしましょう。待て！すぐに後を追うぞ。スノマタには島津家の連中がいるんだ。